いやいい天気だな、あったかくなってきましたね。これは春の訪れじゃないでしょうか。皆さんこんにちは、かいちゃんでございます。そうなんだっけ、違った、入りそうなんだっけ、違った、ちょっと変えていこうかなって。なるほど、マンネリがしてきてるからみんなどうせいきなりかいチャンネルのお時間ですって来るんだろってなってるから、あーなるほどね、ちょっと変えていこうと。ということで今日は外であるね対決をやろうと思って撮影をしております。何をやるかと言いますと、まずねこちらのマットレス見てください。なぜか外にマットレスがあります。これね多分ねもう超有名なねマットレスなんですよ。コアラマットレスです。今日はねコアラマットレスさんからの案件をいただきまして、でこのコアラマットレスさんがすごいんですよ。ものすごい衝撃を吸収すると噂のコアラマットレスさんなんで、今日はこの最強のマットレスと僕で対決をしたいと思うんですけど、何をやるかと言いますとね、絶対に何でも衝撃を吸収するという最強のマットレスと、もう何でも衝撃を受け止める俺のテクニック、どっちが強いんだっていう。こちら見てください。これ僕知り合いの飲食店から廃棄の卵ちょっといただいてきたんですけど、これを上から落としてどっちが高いところから割らずにキャッチできるかという。おー、なるほどなるほど、やることはシンプルです。はい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 、そう、何でも吸収するらしいんで、もうもうねすごいんですよ本当に。こうこう落としても絶対割れないと。絶対マットレス勝つじゃないですかこんなん。そうなんで今日はねクレーン車をお借りして、見てこれ今ねこれ 10m くらいあるんですけど10m くらいのところ落としても本当に割れないのかってそう大掛かりだなだいぶ。そうで俺レベルになると多分 10m でもキャッチしちゃうよ。絶対無理だよこれは。これは無理だよ、多分手卵まみれになる。ならないならない、ジャンプとかするときにさ、うん、斉藤君とか着地が下手だからさ、こう、うん、ドーンって膝とかに衝撃きちゃうけどさ、うん、もう俺はさもうこの膝のクッションとかこう柔らかく着地するの。あーその原理でこうみたいな。関係ないよそれとこれとは絶対。いやいやいや関係ある、絶対ないっすよ、まあ、そういう俺能力に長けてるからさ、やっぱ体の使い方得意だから。あれ 10m でしょ。そうです。なんかね最大 20m まで行くらしいんだけど、まあ10はいけるかなっていう。いけるっすか、うん、いやこえ小森さんはどう。いや無理でしょ、知ってる重力加速度って知ってますか。いやいや余裕だね余裕。まあまあとりあえずねそういうねちょっとシンプルな対決をしていこうかなと思うんですけど。おお、でも面白いなこれ。面白いでしょ。面白い、いけるでしょ。いやいやいや、どうしたらいけると思うのこれが。ちょっとね問題が一つあって、あそこからここに落とす的が結構小さいわけ。確かに。だからマットレスの中心に落とせることができるかっていう問題もある。あとはさ、この普通に 10m のとこからキャッチするだけでもなかなか難しいと思う。そうだね確かに。まあ対決をやっていくんですけど、まあ、その前にね、このマットレスがどんだけすごいかっていうのをね、ちょっと紹介していきたいと思いますんで。おちょっと斉藤くん来て。はい。まあ、例えば斉藤くんをね、こういう風に立って、あぁ全然痛くない。痛くないわけですちょっとじゃあ、斉藤くんこうやって倒れてみて、後ろに、真後ろに。どう？めちゃめちゃ気持ちいい。気持ちいい。ただただ気持ちいい。そう、ノーダメージらしいよ斉藤くん携帯さ、じゃあさ、はい、あの一番上から落としてみる。全然多分大丈夫と思いますよ後でやりましょうかやりましょうかという感じなんでね、まあまずはねどういう仕組みなのかっていうね、ちょっと説明をねしていきたいと思いますんで、ちょっとねあのカンペを読みながらね紹介していきたいと思いますねおお、じゃあやっぱさ、この凄さをねやっぱ一言一句ね間違いなくあの紹介したいわけですよ僕は。おお、素晴らしい。だからちょっとね説明 させていただきます。あ、今日意識高いですねはい、まずねちょっと味わってみましょうか、どんな感じか。いきますよ。あーすごいわ、これはこれはすごい、もうめっちゃまずひんやりしてる。そうそう、へえー、あ本当だ、なんかいいね肌触りが。めちゃめちゃ気持ちいいっすよこれ。うわこれ外で寝るのもいいな気持ちいいな。ちょっと撮影やめていい、もうダメだ、寝ていいか、ダメだ寝ていい、ダメだ、ちょっと寝不足ない、はいはいはい、紹介してくださいちゃんと、はい、じゃあね気を取り直してね、あのしっかり説明しますんで聞いててくださいね。まずねこの3層構造になってます。3層ね、3層なんですよこの、見えないと思うけどね、うん、中身はね、中身は実は3層になってまして、で一番上の層には柔らかい低反発と程よい弾力の高反発を融合した通気性のある独自の素材、
クラウドセルを使用してるんですよ。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。なんかでしょ、使用してて、で、この真ん中ね、真ん中は衝撃をバランスよく吸収するクッションの役割。あ、真ん中がクッションになってんだね。はいはいはい、真ん中が強いんだ。だから真ん中が強敵ということだね、これから言った。そうで、汚そうには寝返りが打ちやすい。高反発で体をしっかりサポートします。寝返り打ってももう衝撃がないから快適なんですよ。あー、なるほど。なんか体に負担がかかんない、睡眠も妨害されない。そうそうそう、アスリートとかにはもってこいのマットレスですね。確かに本当に素晴らしい。そしてね、まだその衝撃を吸収する理由がありまして、なんとゼロディススターバンス技術っていうのがめちゃめちゃ強そうじゃないですか。めちゃくちゃかっこいいんだけど、すげえ強そう。そう、これがね、振動を吸収する技術なんですよ。それによって隣で寝てる人の寝返りや立ち上がりの振動が伝わりにくく、朝まで快適に眠れることができます。おー、カップルとかにもじゃあもうおすすめじゃないですか。そう、なるほど、ね、だから一緒に寝てももう快適に寝られますよみたいな。それすごいですね。同じベッドで寝るのが苦手とかいう人もいると思うけど、もうそういう人にもおすすめですね。ちょっと繊細でさ、ちょっとのなんか動きとかにさ反応して起きちゃうとかいう人 もう快適に寝られちゃうと。まあ俺らはメンバーはみんな起きないからね、関係ないけど。はい、そしてね、優れた通気性、通気性ですよ。さっきさ、めっちゃ冷たいの分かったでしょ。めっちゃひんやりする。それはですね、独自の素材のクラウドセルは通気性に優れた素材。マットレス内部の空気の流れをコントロールすることで熱や湿気を効率よく外部へ逃がしてくれるため、夏でも涼しく、抗菌性に優れていますと。そしてゾーニング製法で作られてるんですよ。そのゾーニング製法って何かっていうとね、うん、頭部や腰回りなど重さのかかる部分によって硬さを変えるゾーニング製法、体圧分散し体全体をバランスよく支える設計となってますと。おお、素晴らしいね。素晴らしい。まあとにかくすごいってことよ、結論。強敵ですね。強敵ということよ。でね、でね、これもちょっと大事なんだけどね、うん、なんか日本人の平均睡眠時間が OECD 加盟国27カ国中ワースト1位らしい、うん、そう、寝れてないんですよ日本人は。はい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 、はい、コアラの独自の調査ではコアラマットレスを使用する人はしなかった人と比べて睡眠満足度が 40% 高い3倍となったり、疲労が完全に回復したと感じた人はコアラマットレスを使用しなかった場合と比べ約5倍増加することが分かりました。おお、データで出てると、実績もあるということですね。実績もある、もうめちゃくちゃおすすめです。おすすめだし、まあ強敵だということが分かりましたね。そうですね、ということを紹介した後に対決すると。なるほど、もうみんな分かってくれたでしょ、こいつの強さ。なるほどね、そう、遊びじゃないと。遊びじゃないと、だからこれで勝ったら俺すごいでしょっていう。確かに、まあ、やっぱさ、なんか弱い相手に勝ってもさ面白くないじゃん。確かに確かに、やっぱり格闘技もそうだけど、自分よりさ強いと言える相手に立ち向かっていく、そこで勝つことによって喜びが生まれるんですよ。だから俺は勝つから。おマジで。まあまあまあ、とにかくね、やってみましょう。もう始めましょう。お願いします。ちょっとこれ楽しみだな、俺も個人的に。え、大目さんはどっち勝つと。いや絶対絶対こっちでしょ。絶対コアラさん勝つ。舐めてんな。舐めてるわ。とりあえず見てて、やるときやるからさ。お、じゃあ期待してます。よし、行きましょう。じゃあと思ったんだけどさ、ちょっと俺の方が有利だよな。確かに、やっぱさ、俺はここでキャッチするけど、こいつ下でちょっとキャッチするから距離がね、長くなるけど。確かに確かに、それはまあちょっと許して。じゃあ、いきますか。先行マットレス、先行マットレスで。じゃあ、お願いします。これ、今何メートル、これ。これ今、だいたい3メートルぐらい。3メートル、お願いします。はい、いきます。3、2、1。おぉ、おぉ、すげぇ、すげぇ、これ割れないわ、全然割れないわ、全然、なんともない、すげぇ。じゃあ次回ということで、うん、次俺で、まあ、3メートルでしょ。3メートル、そんな余裕で、余裕。よし、お願いします。いきます。3、2、1。はい、おぉ、余裕余裕。結構ギリギリじゃなかった。余裕だよ、ほんと全然余裕、ほんと余裕よ。余裕です。すげえ。上げましょう。じゃあ7メートルぐらい余裕でしょ。こんなすごいね。え、これ割れるでしょ、もう。割れるよこれ、多分。多分割れるよ。相手の心配より自分の心配した方がいいんじゃないですか。いやいやいや、お願いします。いきます。
3、2、1。うわー、すげえ。すげえ。すごい。うわ、ノーダメージ。ノーダメージ。え、すごっ。強い、やっぱり。あれ、気配がない。酸素構造強いな、マジ。強いな。まあまあまあ、まだいけるよ。高っ。あれ、朝倉くん、ひるんでるんですか。余裕です。余裕です。余裕です。いきます。3、2、1。おお、来ました、来ました、来ました。すごいすごいすごい。すごくない？すごい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 。じゃあ10メーター行きましょう。10メーター。どう、体感的にどう、まだまだいける？あ、余裕だね。本当？全然いける。うっそ。全然いける。はい、次10メーター行きました。おお。これいよいよやばいんじゃない？じゃあお願いします。マジか、マジか、割れる気配がないですよ。マジか、割れる気配ない。すごい、マジで。え、コアラマッサルってやばくない？やばい。今のちょっと怖いよ、たまに。すごっ。ちょっと行きますわ、じゃあ。高っ。いけるか、はい、こんぐらい行かないと。さすがにね。行きますわ。だいぶ高いぞ。行きます。3、2、1。ひび入ってない？余裕。マジで来ましたよ。いけるんじゃん。すごい。これいい勝負してるでしょ。すごいいい勝負してる。どう、 3m の時と今のとなんかこう違う、やっぱ痛い。あ、痛いんだ。 15m でお願いします。おー、飛ばすね。これはやばいよ、マジで。さすがに割れるでしょ、これは。 10m の時の動き見てると、確かになんかちょっと、そういけそうな気もしてきちゃうよね。まあちょっと見ましょうか。お願いします。いきます。3、2、1。おー、おー、え、すごくない？20m も割れないっていう感じ。あ、全然。すごい。すごい。無傷だ。無傷。マジか。すごいね。すごいな、これ。やっぱりすごいよ。あれだね、なんかバウンドして外で割れそうだね。外で割れそうだけど。すごい。すごい。これそろそろやばいんじゃない？やばいね。これ、15mキャッチしたら結構すごいよ。かっこいいね。高っ。オッケー。いきます。ほんとかよ、すごい。これほんと卵か。卵、卵、卵、卵。ほんとだ。すごくない？まだいけるよ。すげえ。まだいける。手でキャッチしました。キャッチしたよ。すげえ。すごいじゃん。ね、すごくない？すごい、マジですごい、これは。15クリアしたよ、今。すごい。この高さですよ。ただね、めちゃくちゃ手が痛い。20お願いします。これで勝負がつくと。そう、もしかしたら引き分けかもしれない。そう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 。よしよし。 20m しか上がんないんでね、今日の車は。はい、 20m 来ました。これ多分ね、さすがに割れると思う。マットレス、これはこれは割れると思う。じゃあ行きましょうか。行きます。3、2、1。すごっ。まだまだ余裕そうじゃないですか、それで言うと。卵、頑丈だね。卵が頑丈なの。マットレス、これキャッチするの怖いよ、ちょっと。これそろそろ怪我する。え、何、自信ないの？いや、いけるよ。行くっしょ。俺はそんな簡単に負けんよ。勝つ。やばいよ。 OK。 うわ、 OK ですか？ OK です。お願いします。3、2、1。
ああちょっと待って負けたこれ負けたね。まあもう一回ぐらいやってもいいんじゃない。もう一回チャンスもらっていいじゃん。もう一回行こう。どう、いけそうなの。いけそういけそう。あ、いけそうなんだ。いけそういけそう。次は行くわ。次は修正してね。修正して、分かった行きます。3、2、1。うわっ、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 あはは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 はほらほらはそうなる気はしません。でも20までいったのがすごい。いやこれはコアラマットレスさんの勝ちでいいですか。すごやばくない。見てください、この卵まみれの格闘家。こんな無様な姿は見たくなかったです。でもやられました、さすがに。卵まみれ何があって、手がめちゃくちゃ痛 い衝撃がすごいんだ。衝撃すごい。その衝撃に耐えるコアラっすよ。コアラっすよ。すごいよこれは。爆発してるやん、なんか本当に爆発してる。パーンだったっすもんね。あ、で本当に卵だったんだね。卵だった、うん、いやでも、検討したでしょ。大検討でしょ。いや、すごい。15メートルはマジですごい。負けましたね。負けました。いやコアラマットレスすごかったね。すごい。もうすぐさこれ分かったんじゃない。伝わったんじゃない、うん、伝わったね。多分もうちょいいけそうだよね。あのさ、なんならパーンってなった感じなのにさ、こっちはそうだね、受け止めてたからね、ちゃんと、うん、ノーダメージで。確かに相当すごいよ。惨敗でしたね。でもちょっと面白かったですね、この企画ね。これ面白いね。でもこれ良い子は燃やしちゃダメですよ。あの食べ物は粗末にしちゃいけませんので、ちゃんとね、もう破棄するやつを使ってますんで、真似しちゃいないようにしてください、絶対。これじゃ今、腐った卵かかってんだ。そういうことです。まあ今日の戦いは惨敗ということですけど、あのコアラマットレスいただけるみたいなんで、あれで帰って寝たいと思います。じゃあ、ありがとうございました。斉藤くんの彼女オーディション。はい。で、3月の13日の土曜日にオーディションを開催します。おお。都内某所で。都内某所で。まあ3人から5人ぐらい。いいね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 。で、まあ、その13日に実際に会ってもらって、で、まあ、斉藤くんの気に入った人と、まあ、ご飯に行ったりとか、まあ、デートしてもらって、で、まあ、最終的に本当に斉藤くんが好きになったら付き合ってもらって、おまあ、もしかしたら付き合わないかもしれないけど、まあ、本当にガチンコで、やっていこう。ドッキリじゃないですよね。ドッキリじゃない、本当に。大丈夫ですよね。ハニートラップとかじゃないですよね。違います。もうこのハニートラップする意味がないから。はいはい。うん。